こんばんは。皆さんいかがな日曜日でしたでしょうか。いかがな日曜日。まあ明日も世の中は3連休らしいですけどね。今日はなんか天皇の誕生日なのかな。で、その振り休が明日っていうのをなんか聞きました。今日のライブのミーティング出てた。それミーティングじゃないけど、サトゥーさんこんばんは。あ、こんばんは。どうもどうも。あ、なんかこの間ツイッターフォローしてくれてありがとうございます。どうも。え、てかこれ大丈夫かな。え、ブレイズいましたよ。え、どの人、え、わかんない、どの人ですか、わかんなかった。え、どこにいた、私と会話しましたか、会話。ちょっとわかんなかったです。最善ゼロにいました。え、じゃあめっちゃめっちゃそこにいたってことですね。ジャンピンナップジャパン、私ゼロに来るか、来る来るね。小次郎さんこんばんざい。旅先大阪から配信見てる。あ、そうなんですね。わざわざ大阪からありがとうございます。私は東京にいます。オタク手つながれて物販行ってるからいいなって思いました。ちょっとね、どうしても連れてこって思って手引っ張ってっちゃった。え、だってあれだよ、全然取りに来てくれれば手くらいつないでよ。本当に本当に、今度チェキ取りましょう。お願いします。ちゃんと見てました、ありがとうございます。え、今見てる人で今日来た人ってどれくらいいるのかな。今日もね、あのジャパンじゃない、バンザイジャパンの新曲のジャンピンナップジャパンっていうのに出させていただいて、とってもありがたいことですね。新曲なのに私なんかが出させていただくっていうのはね、声出た。本当に全然ね、私の手汗たっぷりの手でよかったら全然触ってもいいよって感じ。手汗でいいならね。なんか本当に私すっごい手が年中ベタベタだからさ、逆に申し訳なくなっちゃう。だって今日なんかマリアさんとコマさん、メンバーのマリアさんとコマさんの手が冷たすぎてびっくりしましたもん。え、冷たいんだけどって言って手触れたら、なんでそんな冷たいんだろうみたいな。私は多分心が冷たいから手があったかいんだと思います。言い方、本当に手汗ベタベタ人間。え、やばいよ、だって見えるのかな、手汗見えないかな。なんかね、肉眼で見ると本当にね、手汗が湧き出てるのが見えるんです。本当に見て、見えないかな、見てほしい。本当にすぐティッシュとかでピッピッって拭いてもこうやって見てると浮き上がってくる。手汗がね。同じ人いないかな。冷たい人なんすか。え、私なんか冷たいっていうか周りにあんまり興味がない人間だから、なんか冷たく感じられちゃう。冷たいねっていうか意地悪じゃないんですけどね、興味関心がないんですあんまり。あ、それさ、手汗なら負けない。なの、あ、え、多分私の方がすごい。なんかさ、手汗あるあるなんだけど、まずあの学校のテスト、
が破れるっていうのと、そんなもんかな。本当にね、やだよね、恥ずかしいもん、緊張するときとか。あ、たつきくん、うかちゃん、たつきくん今日もいたね。なんかの時めっちゃ、どこだろう、伝承ホールかな、なんか前にいるって思った。なんで、なんで、なんで興味がないかって話。なんかさ、こんばんは、どうもこんばんは。ののかです。日曜日なんでね、えみのちゃんがさっき配信したみたいだけど、私も配信します。バレてた、え、めっちゃバレてた。今日もおしゃれな服着てた。夏びしゃびしゃわかるとしても、本当に冬びしゃびしゃっていうか、なんか私多分冬の方が手汗がびしょびしょなんですよ。夏はなんか汗かくけど、なんか全身から出てる分手から出ないのかな、わかんないけど。冬だって秋くらいに学校行ってる時に、なんか私それでクラスの子になんか手汗がやばいみたいなので、すごい気持ち悪がられた時期があったんですよ、今年のね秋、今年ってか去年の秋かな。なんかそっからはもう手汗コンプレックスになっちゃって、意識するほど出てくるじゃないですか、ああいうのって。もう嫌ねって感じ。方法知ってもらえたらいいってことですね。そうね、知ってもらえたらいいです。自分髪型めっちゃ変わるのによくわかるよね。え、わかるわかる、全然わかるよ。なんかさ、今時の男の子って感じだもんね。なんかそのオタク感がない雰囲気だから、なんか逆に目立つと思う、たつきくんは。のかさんのこと知りたいですね。え、知るためになんか話してください、話しかけてください。なんかね、リリーベとかせっかくライブさ無料で見れて特典会とかもあるから、そういう機会に仲良くなれるチャンスですよ。だってさ、リリーベ、まあ、食事デートとかはちょっと枚数があれだけど、なんかこの間手遊びゲームみたいなコーナーがあったんですよ。今日わかる、これ伊勢のでせ12とか、あとあっち向いてほいとか、なんかさすごい関われるような特典内容があったのに、なんか1枚も出なかった。グループとして1枚も出なくて、みんな手遊び興味ないんだと思った。私やりたかったのに。中身がオタクすぎるから外見だけでもしっかりしようかなと。いい心構えだ、いい心構え、心がけ。え、中身オタクすぎるの、わかんないな。なんか私もオタクだからね。そんな、そんな、なんだろう、驚きはしないよね。のかさんもオタクなんすもんね。そう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 、アイドル超好き。アイドルオタク。手遊びってめちゃくちゃ暇な時やるもんじゃないんですか。
でもだってだよ、メンバーとそんな集めてホイする機会なんてないし、あとさ、なんかこういうこういうなんじゃん、こうこっちが A 君、こっちが私みたいな感じで、こう1、2、2、2、3、5みたいな、なんかさ握手だったらまああれだけど、こうなんか指と指が一本触れ合うってちょっとなんか良くない？だからなんか私的に手遊び出るのかなって思ったのに出なかった。どこ行くんですか？どこ行くんですか？え、どう、あ、現場ってこと？え、現場なんか有名どころだったら乃木坂とハロプロが好きで、まあ、そこは王道なさアイドルさんだけど、他で言ったらなんかビロってグループがすごい好きでめっちゃ行ってた。知ってる人は知ってるよね多分。あとご規定もね割と行ってた、好きで。いや、 やっぱり女の子の前だとカッコつけたくなるやん。いや、そりゃそうだよね。だってそうだよ、みんなのさ、ここにいる人たちの前だってで、だってさ、ちょっとでもよく見られるって、私配信する前にまたちょっとさお化粧直しとかするからね、可愛く見られたいから。みんなそれと同じ気持ちよね。え、水でそんな感じ、見えないように鼻かむ、ごめんなさい、花粉症なんで。ちょっと画面から消えます。あ、水出ちゃう。鼻かんだ。すいませんね、なんか初めて来る人あんまいないと思うけどさ、ごめんごめん、勝手に鼻かんで。え、ビロご規定、え、知ってんのかな、ビロご規定。ご規定は結構有名ですよね、いろんなのでバズってるから。今年花粉早い、え、本当に早い。なんか私ツイッターで今年まだ鼻かゆくないから花粉症治りましたみたいに言ったんですけど、その次の日あたりから本当にやばくて、くしゃみ止まらない、鼻水止まらない、喉は常にガラガラみたいな感じで、もう最悪。花粉症なのかな、マサルさんも花粉症なのかな、きっと。花粉が早いっていう情報を知ってるってことは。え、なんかおすすめの花粉症対策ないですかね。花粉ブロックみたいなこうシュッシュってやるやつとか買ってみたんだけど全然効かないしさ、なんかある人は教えてください。 R1 は飲むようにしてる。え、可愛いですよ。え、ありがとうございます。ありがとうございます。私もよくお化粧直しするから大丈夫よ、おほほ。でね、男の子もお化粧する時代ですよ、身だしなみとして。別にしなくてもいいんだけどね。けどしてる人に対して何も思わない、何も思わないっていうか、なんなら、え、すごいみたいな、女心分かってくれるかなって思っちゃう。あ、知ってます、だって売れピー。やばい、コロナ。コロナだ、コロナ。知ってます。ビロはちなみにキールのみゆちゃん推しで、ご期待はペロちゃん推しです。重度の花粉症、あ、やだよね、本当に最悪。やだやだ、だってライブ出る前もすっごいなんかどうしよう、途中で鼻水垂れてきたらどうしようとか、なんか常に上向いて踊ってる曲だったらいいんですけど、例えばなんだろう、ちょっと出てこないんですけど、下向いてこうなんかこんな感じで待ってなきゃいけない
欲とかがあるんですけど、そういう時絶対もう鼻水垂れてくるからめっちゃ我慢してる。超すすってるよ。すすらないけど出てくるなと思う。リアルタイムでネタで掴んでやばい。いやまあ大変な人は大変だよね。だってあのさクルーズ船のやつとかもさ本当に大変だと思うけど、でも本当にちょっと怖くないですか。なんかちょっとでも咳が止まらないっていうか続くと、あやばいかもってなる。すごい心配になる自分のことが自分が本当にね可愛いので自分が心配になっちゃうんですよね。鼻の中にワセリン、メンターム、メンターム、え、ワセリンってあの普通のやつ、ワセリンかな、塗るのおすすめ。そうなんだ。なんか加工されるんですかね、粘膜じゃないけどそういうのなのかな。塗ってみよう。今日はあ、でもいつでも塗っていいのか。鼻の中ベタベタになりそうだけどやる価値はあり。結構激しめな現場好きなんですね。激しめな現場っていうか、なんだろう、曲が普通に好きで行ってみたら激しかったみたいな。いやウィロはそこまで激しくないと思う。起きてはまあまあなんかやばい感じするけどね。でもそんな感じかな、アイドルは。てかなんか昨日誰かのツイートで、そのファンの人のツイートで、なんか椿ファクトリーの春衣装がなんかすごいバンザイジャパンの衣装に似てるみたいなの見て、ちょっとなんか勝手に嬉しくなった椿も好きだから嬉しい気持ちでした。なんだっけ、なんかの告知をしようと思ったんだよな。あ、そうだ、明日はのライブの告知をとりあえず1回目します。明日は昼の3時何分だろう、3時くらいから新宿のキースタジオ、あのアルタってあるじゃないですか、いいとものところ、あそこでライブ一本して、その後に池袋の HMV でリリースイベントがあるので、来れる方はぜひ来てください、お願いします万歳さん有名だもんもっとね有名になりたいですよね。なんか何かで、そう、私何かでバズりたいって思って、なんかね、そのショールームでバズろうと思って、なんか虫を食べる配信をしようと思ったんですけど、虫がどこに売ってるか分かんない。アイドルですって言って虫食べたらちょっとバズるかなって思って、有名になるためにはどうすればいいんだろうって思いましてね。
あ、ごめん、長野県にありそう。なんで長野県なの？コマさんにタガメありますか？漫才ジャパン食べ物の差し入れ禁止だしな。え、そうなんですよね。え、なんか渋谷のビレッジヴァンガードにタガメが売ってる情報を聞いて、で、あの渋谷のビレッジヴァンガードといえばリリースイベントの時にお買い物特典があるじゃないですか。え、だからその時にちょっと一緒にお買い物してくれる人がタガメプレゼントしてくれたらめっちゃ嬉しいのにって思って、別にお買い物特典じゃなくても買って、ちょっとなんかそこでの食べ物っていうか買ってくれるのはいいみたいに聞きました。家から持ってきたりして渡すのはダメだけど、その場で直接買うのはいいっていう風になんかこの前のミーティングの時に運営さんに聞きました。地味な努力とセンスだと思う。え、そうなんだよね。私多分さ、センスはないからさ努力するしかないんだよね。本当に困っちゃう。センスがないって大変よね。スター性がない。昔はよく関西のお菓子とか差し入れしてたのに。そうなんだ。関西のお菓子ってなんだろう、気になる。田んぼ誠一さん、こんばんは。絡むの初めてかも。え、うん、名前初めて見た。田んぼ誠一さん、はじめまして。農家ちゃんと知ってるってことは、知ってるってことだよね、きっと。お買い物デートでタガメ。やばい女だよね。なんかさ、私がこういう人だって知ってる人はいいけどさ、知らない人にさ、もしなんかドンピシャで私のこと好きみたいな人がいて、タガメ買ってほしいんですけどみたいな、プレゼントしてほしいんですけどとか行ってみたい。ぬるさん、こんばんは。こんばんは。あ、また鼻水出てきそう。もう一回鼻水ちょっと髪に行くからちょっと待っててください。本当に嫌だ。もう千穂さん、こんばんは。めいちゃん、え、めいさん推しなんですか？そういうこと？センスがないって曲ありますよね。え、あります。センスがないめっちゃ好き。漫才ジャパン神戸プリン、神戸ショコラ、あ、うなぎパイもそっちか。あ、八つ橋、なんか全部知ってる。そっか、それそうだよね、神戸って神戸だもんね。あっちの方ですもんね。ドンピシャ。めいさん、ふみさん、しゅうりさん、こまさんの配信に出没してるよ。あら、そうなんですね。今日はしがるジャパンの配信にも来ていただきありがとうございます。嬉しいです。ののかです。知ってんのかな、私筑後です。岩手県なのに、出身なのに筑後という名字です。パパはしおりさん、めいさん、りまさん、めいさんの3人推し。そうなのね。奪い取りたい。え、ほんとね、私によこせみたいなくらいの気持ちで
曲に臨みたいですね、出るときは。扇子受け取り注文してまだ受け取りできてないや。あーそうなんだ。なんか今扇子の注文はねちょっとなしになってるからね、受け取りだけか。白バラコーヒー、おしゃれ。白いバラなのにコーヒーなんだ、不思議。めっちゃおしゃれ、貴族の飲み物みたい。出身地はメイさんと一緒。あ、石キャワ、石キャワだってコマさんも好き。コマさん面白いですよね。今は曲も増えたからね。なんか覚えるのいっぱいで大変本当に大変。どうしよう、明日もねちょっと覚えなくていか、覚えなくてはいけない曲が何曲か、何曲かっていうかあり、この配信終わったら秒で覚え作業に取り掛かるところなんですけどね。何なんだろうね。でもなんか覚えやすい曲と覚えにくい曲っていうのはすごいある。クーさんもすこ、クーさん本当になんか不思議な感じで好きです可愛いですよね。ぬかちゃんは可愛いというより美人だね。なんかは別にどっちでもないと思いますよなんか愛嬌があるねで、あのごまかされてきた人間だから、なんかね全然別にどっちでもいいや笑顔が素敵だねって言ってくれればそれでいいです。私はよこせって言ってほしい。いやそれはできないね。なんでないのとか、どこ行ったしか言えない。ちゃんとさ曲のセリフで決まってるからパフォーマンスを生み出すことはできないわ。センスないんだ。じゃあ買いましょうセンス。なんか可愛い。でもパパの顔知らんよね。多分わかんないですあ、みーちゃんこんばんは。昨日おとといくらいあったね。おとといの前かな、昨日の前、わかんないけど。はいりさんはパリピー。本当にねすごい美人な顔なのにパリピでギャップ萌えで好きです。そうなんかさ、キャラクター性のある人っていいですよね。なんか私さ、何キャラでいけば、相談なんですけど、何キャラでいけばいいと思いますか。本当に困ってる。なんか何キャラなんだろう自分ちょっと困ってる。やっぱさ、キャラをなんていうの、売りにもできるじゃないですか。その方がなんか特定のファンの人に刺さるとかさ、新しいのファンの人も増えるかもしれないから。ただ普通の人間では嫌だなって。よこせって言ったらある意味インパクトよ。怒られる覚悟で言うかな最近は渋谷な、あ昨日のところね、あの私が読めないところだ何ウォンブ。ほんと見た。私は見てないのかな作ったことも買ったこともないですね。なんかそう、扇子を買ってなんかメンバーに頼んで落書きするみたいな制度が前まであって、今はちょっと中止中なんですけど、開始っていうか再開したら私が書いてあげるよめっちゃ心込めて書くよセンス。私くん時のウームにいたよ。ウーム翌日のウームにいたよ。ウームってどこだろう、ちょっとわかんない。渋谷のどこかな。
私基本的にあの英語のライブ会場が読めないので笑顔が今重要だよ。赤ちゃんは素敵な笑顔だね。え、それしかない本当にそれしかないよ。得意なこともないしな。肩や柔らかいだけだわ。連日行ったのは初だと思う。あ、本当？そう、なんか2日連続で見たから、あれですよね、生誕の時とその次の日ですよね。ん？あ、そうか、そうかな。え、チェキ取るメンツめっちゃいる。あ、じゃあそのメンツで取ってたら、あ、パパだって思えばいいのか。渋谷のとこ会場前で撮影してる時について気まずかったなんかあるよね、気まずいタイミング、ちょっとあみたいな、あやべえ、うとうとしてきた。あ、おやすみ、おやすみなさいかな。私も今日はね、そんな長くやらないので、本当に本当に覚えなきゃ、ね、いけない曲がたくさんあるから。そうだよ。え、そうだよね。当てた当てた。私の記憶は間違いじゃなかった。星スバルさん。パワフル高校野球部の2年生です。え、なんかめっちゃ。なんかめっちゃ面白いですね、パワフル高校って何謎なんだけど。ののかちゃん初見です、ありがとうございます。直吉さん、どうもこんばんは、ののかです。ののかです。ありのままの自分さらせばいいよ、あとはお得にアドバイスをもらえば。え、それね、結構みんなからのね、アドバイスを聞くようにしてる。こういう髪型してみてとか聞いてるよ。キャラ濃いのは隠せないか。キャラ濃いの、うん、隠せないのかななんかキャラの濃さは何なんだろうね、オーラの濃さなのかな。一緒に甲子園目指そう。え、甲子園目指したい。これのスタードライブが打てるかな。スタードライブって何わかんないわかんない。え、そう、なんか知らない人もいるかもしれないけど、私なんかソフトボールやってた時があるから、私あれなんですよ、岩手で花巻市ってとこ出身なんです。大谷翔平とか菊池雄星とか、あとあの佐々木朗希さん、千葉ロッテに行ったとかの出身地だから、なんか岩手だけで野球うまいみたいな感じありますよね。なんなんだろうね、なんで岩手県からピッチャーめっちゃ出るんだろうってすごい思う。私もソフトボールの時ピッチャーやってた。私がいるメンバーともチェキ取ってる。えー、そうなんですね。じゃあ次はちょっと私と撮ることもご検討くださいお願いします。この間牛くんの主催ライブでたまたま目があって笑顔で振り向いてくれたね。おっとえ、目が、私と目があった、私と目があった。え、なんかね、みんなね、目は合ってるんだよ、目は合ってるんだよっていうか、会った人には恥ずかしいけど笑うようにしてるそれで少しでも気になってくれればいいなとか、なんか興味持ってくれればいいなって思って。そう、そっか、じゃあ直吉さんとはその時になんか目が合ったんだね、きっと。ありがとうございます。だって私 B 型だもん血液型関係あるのかな、どうなんだろうね。しかもこの間の渋谷、あ、また読めない、初めてスーツ着てった、ワイシャツにネクタイ姿。結構いるんだよな、ワイシャツにネクタイ姿ごめんね、わかんなくて。
うん、黒いパーカー着てたやつ。黒いパーカーも結構いる。ごめん、徐々に覚えるから。うん、徐々に覚える。そう、やっぱね、何かきっかけがあれば覚えるから、チェキ1枚でもいいから取りに来てくれると嬉しいです。何かの曲ではないけどナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別な。お祝いになればいいんだよ。なんかすごいどっかで聞いたことあるよねそれ。何とは言わないけど、なんかね、なんだっけ、え、題名出てこない。あ、世界に一つだけの花だ。なんか中井くんがね、ジャニーズ事務所辞めますみたいな記事おとといくらいに出てた。マネージャパンメンバー3年でやっと顔と名前覚えたか、覚えられたから、で3年後には私の名前も覚えてください。ブパの時だったかな、めっちゃ可愛かったよ。え、ありがとうございます。ありがとうって言っとく。え、なんかさ、本当に私加工中というか、写真加工ないと生きていけないし、なんならなんかさ、ツイッターとかに上げる写真は加工しなんぼだと思ってるから、なんかさ、その写真を見てリアルの私を見られるとちょっと多分がっかりっていうかさ、違うから、なんかね、どう思われてるのかなって感じだけど、でも可愛いって言ってくれるなら嬉しいです。ありがとうございます。チュレガチュレさんって聞かれたって言ってた。え、聞いた。そう、受付したから名前聞かなきゃと思って、あ、多分そうだなって思って。3年後、果たしてパパはまだこの世にいるんだろうか。え、生きててください。私も生きてるから生きててください。私もクビにならなければ、バンザイジャパンにいる予定なんで。クビにならなければね、なるかもしんない。なんか不祥事を起こして、クビになるかもしんないから、クビにならないように気をつけます。セクシャル関係なくパパの娘可愛いですよね、さやさんも。一体何歳なんだろうって思う時がある。なんかすごい鋭いツッコミする時はすごいお姉さんに見えるし、なんかたまに天然なこと言う時もあるから、そうすると、あ、可愛いって。赤ちゃんがこれだけは他に泣けないということが一つもあればいいんだよ。いや、それがね、ないから困ってるんですよね、私。何なんだろうな、何もないや。あ、何でもやります精神はあるかな。昔あるグループのおしめやらかしてクビになってた。え、結構ね、あるあるですよね、やらかしてクビは。ネガティブは控えでね、辛くなっちゃうから。私別にネガティブではないんだよね。ネガティブではない、ポジティブでもないけど、いつきさんやアフォイさんはあれか、アイリさんか、先生して誰だっけ、だったよ。あ、私覚えてて、じゃあ偉いね。なければこれから何か作ろう。え、本当に何か作りたいと思って、ちょっと模索中ですね今。やんでるはちょっと。プラマイゼロ普通。え、普通普通。でもさ、自分やっぱ客観的に見るのは大事じゃないですか。ってなったら何もないなって話です。客観的ね、主観で考えすぎるのはあまり良くないなとすごい思います。自己中の女にはなりたくないから。ツンデレツンツンデレデレ、え、デレデレは無理。多分無理、デレデレは。なんかめんどくさくなっちゃう。デレデレとかツ
別に嫌いな人にはツンツンするけど、でも私そんな嫌いって思った人が人生の中で2人くらいしかいないからそんなツンツンになれない。このおじさんは英語、イタリア、スペイン語、ポルトガル語のやつマスコか。え、すごい、めっちゃなんとかリンガルじゃん、トリリンガルみたいな、めっちゃすごい。